夢か。ゆうちゃんたら居眠りなんかしちゃって。彼女は一つ上の幼馴染、篠宮夏葉。もう仕方ないんだから。では罰を受けてもらいましょう、山野ゆうたくん。夏ね、二人きりの時ぐらい夏あって呼んでよ。そのうちね。おお、篠宮じゃね。おごくん、朝から暑いね。二人とも、あなたたちと違って健全な付き合いよ。ん？夏姉は少し変わった。小賀マサル、夏姉の同級生で学校の半分の女子とやったなんて噂のあるやりちん。昔は話すことさえ嫌がってたのに。どうしたのゆっちゃん。はは、さては俺に嫉妬か、取られるんじゃないかって。いやいや。なに？てこうなるって。ギブギブつー。私が合気道習ってるって知ってるでしょ。ん？どうかした？ううん、なんでもない。夏休みに入った直後、久々に夏姉の家に呼ばれた。名目は勉強会だけど、家には二人きり。つまりそういうことなはず。